パートも言うけど、ね、あいつゲーム下手くそだよな。全然せイエイじゃねえ。おいでよ、おいでよ村、おいでよ村。よっぽどひねくれてるよ、これ。ドプソだったんで来ませんでしたって。いや、いいかどうか分かんなくて。まだ言いそう、言いそう、言いそう。おい、来たー。ここも遅くなりました。よくぞ、このドプソの暗号を解いた。ドプソって言われてるのかと思いましたけど。置いていくよ、早くせんと。今ね、マイクロ起動中です。どうぞ、うん、え、鉄ってさ、もう今あるだけ、これだけかな、うん、俺全部そこに突っ込んだ。327、うん、バスンさんが多分いっぱい持っとっちゃない。バスンさんレッドストーン持っとる。あー、前回掘った気がする、はい、お、さすが。ある？手持ちにあるかって言ったらない。ない。どこに隠すの？この辺にしまった気がする。じゃあ俺がもう持ったわ、それ。それ使っちゃったんだ。そういうことですね。じゃあもう使われましたわ。オッケー。鉄もない。鉄も入ってなかったね、この中。ああ、もうここに全部入れたとね。そう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 。じゃあ簡単にオープニングを取ります。はい。じゃあ待って、ワッツさんに言ってるからね。えぇ、違う。お邪魔。ワッツさんがお邪魔なわけが。そんなこと言ったら姉さんの横につきますよ。やめて。チーム水色、バッセイさんが来る前にね、なんかチーム水色が出来上がっちゃったから気をつけて。おぉ、了解。やからですよ、やから、うん、距離間違うと怪我するから、ほんと気をつけて。はい、空気移りに来て、どこにどこにあいつ、あ、来た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 。こんにちは、こんばんは。赤ワインクラスだよっす。よっす。よっす。今回は周りに何があるか見るので、地図を持ってぐるっとみんなで探検したいと思います。はい。OK。で、その過程で 1.19 の新要素のバイオーム見つけられたらいい、見つけられたらいいなという感じ。あ、なんかバイオームがあるの、新しい。新しいバイオームっていうか、まあ、沼がアップデートしたんで、沼があったら当たりって感じかな。オッケー。それでちょっと新しい試みで、うん、旗を立てると地図に反映されるんで、その旗を立てていこうかなって思うんだけど、まず、うん、金床で旗に名前つけなきゃいけないんで、金床を作るところから。鉄のじゃいっぱい。そう、鉄がね、30鉄あれば金床できて、今鉄が15あるんで、まあ10分も掘ればみんな集まるんじゃないかなと。どっかから降りれたよね。降りてた。まさかアイクさんのこっちの個人チェストに鉄がない。ない。全く。じゃあ今から10時7分まで鉄一番手に入れた人の勝ち選手権。あ、ちょっと待って、ピッキリは平等に配ってよ。いや、作ってくれや、それくらい。作ってよ。支給して、待って、じゃあ石ホール。何ピッケルを使いようとみるな。いや、俺鉄ピッケル使っちゃってるけど、鉄掘るために今、鉄今。石でしょ。石でしょ。今作ってた石。クラフト画面が消えました。びっくりした。ここなくしたら最高の嫌がらせや。わざとですよ、それ。コーラさん、最近あれだな、家政婦は見た状態だな、ね、残像だって残像だって。じゃあ、鉄ピ作っちゃうよ。いいよ、はい、マジで働いてよ、鉄ピ作るから。はい、はい、はい、チームズ、はい、バケツ置いといてあげるよ、用意スタート。はい、ぽい、はい、10時10分までゴースタート。ゴーかないかな。バセルさん、水ないよ、水。何をやってんだ。だから水追いついてなかった。水ないって。ワンアウト。俺は水より先に行こうとこだ。だから何をしてんだ。え、頼むわ。これ何、正面すぎて上から落っこちてきてもダメだけど。あれ、刺さったよ。刺さるんだ、下から下に落ちてるやつでも。しか、水で行っても、いや、ね、多分チャミの落下の速度もあったと思う。あ、大丈夫か、しっかりしてくれよ。頼むよ。
どっからがアチャミさんなんで、どっからが俺のだ？わからん、わからん。マジさ、もうないけど、なんかピッケルいっぱいあるけど。やっつけてよ、ソラさん。じゃあ、2本ぐらいください。それ、僕のです。あ、了解です。手伝うぞ。その代わりでも、これ4本返します、アチャミさんの。多分あ、はい。そんな人おるやん。早っ。何？なんだそれ。もうみんな人おるやん。だから水撒いたって言うんだじゃないですか。地道に降りてきたのに俺。今日はやめて。ちょっと風作ってやがるあいつ。わあ、やる気や。ちゃっかり、ほんとちゃっかりね。あちゃみさんとアイテム交換してたら、目の前にクミさん降ってきた面白い話、トバトさんのせいで飛んじゃったからな。そんなことあったの。え、みんな鉄拾うんだよ。鉄ここだよ。ほら、一個。おい、だ2個。やばいやばいやばい。俺が勝ったか、これは。3個。金も拾っとこう。なんだ、余裕の金拾い。鉄、鉄がない。なんと拾えるとみんな。レッドストーンっていらないんだっけ。ちょっといる。もう欲しいですね。うん、欲しい。あ、じゃあレッドストーンと拾ってきますわ。あ、レッドストーンあるよ。いいね。レッドストーン脳幹でしょ。まあ脳幹だけどね、一応集めてくれると親切ポイント入ります、ね。うるさいね、脳幹じゃないやん。いや、親切ポイントは競技とは関係ありません。あ、そう。はい。人に親切したっていう証が。なるほどね。はい。年末にあの Q カード、アカデミー平和賞が贈られます。やばいな。見てた。わわわわわわわ。なんで鉄ある？全然ないんだけど。全然ある。うわ、ここ地下すごいね。アメジストジオードだ。おお。あれさ、マジでこのパートも言うけど、ね、あいつゲーム下手くそだよな。あれ、バッセさん剣持ってないです？剣は1本だけ。あ、やばいやばい、ね、バッセさん、ちょっと死にすぎ。何年前からやってんのねえ。やばいやばいやばい。何年選手なの、オタクラ。やばいやばいやばい。本当に死んでるやん、ここで。やばいやばいやばい。ここで、わさん、そこでか。あ、俺人と俺の場所。なんか、溶岩の近くで撒き散らされたのがあって見えたけど。それ俺？あ、じゃあクミか。あ、クミさんのが、じゃあ。俺結構違うとこ行っとったよ。そういうことね。やばいやばい。お、すごい音がする。ねえ、ねえ、なんで鉄掘るだけでそんな死ぬの？あ、あれやばい。ディアモンド！なんか、あれ見つけちゃった、また。何見つけた？あれ、あの、はい、なにマミカ、船落ちると思った。あれ、あの、この前見たやつなんだっけ。あー、ウォーデンの、あの、青いブツブツ。うん、またブツブツ。そっちにもあるんだ。でもまあ、広範囲に広がってるから、あっても不思議ではないかも。あ、そういうことね。ダイヤ拾うよ。いいよ。はい、てってれナイス。ダイヤモンド。あれ、ダイヤモンドいっぱいあるぞ、ここ。嘘？すごい。呼んでいいや。なんてただ死んでるだけなのに。ナイスダイヤ。待って、多分これ俺が優勝で終わりだろう、この鉄掘り選手権。ねえ、ね、全然鉄ないもん。ないもん。ないもんっていうか。ないや、条件一緒なのから降りてきたんですけど。だってないもん。まあでも確かにあれか、俺オプティファイン入ってるから鉱石光るんだよな。ああ、それはいい。マイナス10ポイントやね。自分が死んだところがわからない。なもうどうしかない。なんでよ。おどこで死んじゃったんだ。かみつない。痛い痛い痛い。ほら、熱い。熱っ。嘘でしょ、嘘でしょ。燃えろ。大丈夫よね。ロスト、大丈夫よね。え、なんで、なんで、やばい、炎症が長い気がする。まずい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 。あ、ワッツさん、チビゾンビいる。嘘、あいだ、危な。あ、ナイス。アチャミさんとワトさんは鉄ピッケル渡してるから、それぞれ3個以上はやってくんないとダメだよ。一応6個は持っとるよ俺。ナイスナイスナイス。え、全然鉄ないんだけど、なんで、なんで、ね、マジでない。チカチャミンと呼ばれた過去の栄光はどうしたんだよ。確かに、うん、消え、もうしばらく来てなかったから消え去ってしまった。消え去った。あれって、そう、親切ポイントゲット。めっちゃ拾ってます。もう俺だけで金床は作れます。いいなー。もう終わっていいんじゃないかな。待って待って待って、なんか、え、やる、え、え、な、俺だけ、え、帰りましょう。何それ。帰ろう帰ろう。どういうことそれ。なんだこいつら。はい、地図埋めようぜ。なんかやけに俺が効率悪いことしてるみたいな指摘やめてもらっていいから。さっさとやっちゃおうか。うわー、出た。
まあ、でもせっかく全員集まっとるしね、うんうん、確かにここに5分いる意味はないな。もう1分1秒でも長く動画を撮りたい、うん、そしてそれを視聴者の皆さんにお届けしたい。大丈夫だ、ウィッチだ。めちゃくちゃ滑舌いいよね、こういう時に限る。高橋名人かと思うぐらいにも連動されたら1秒間16回分からんやろ。分かんないね。いやいや今でもたまに出てくるよ。あ、ほんと。うん、そうなんだ。あ、死んだ。あ、みんな死んでいきよるやん。頼むどえ。ゼンロス明るっ明るっ今世界で一番全能さ明るかった。明るかったよね。俺一個さんが出てきたもん。ノリノリじゃんよ。またよしてる。おいじゃねえよ。おチャッコさん。チャッコ私もそのくらい明るくして全能さイエイじゃねえ。仲間できて喜んでるぞ。おい返してきた。どこ行った、どこ行った。アイクさんと俺だけじゃないのか真面目にやってたの。ちゃんと俺も6個集めたやんです。いや真面目にやってたんですよ。真面目にやってたけど初手で落ちて死んだからやる気なくなっちゃったんですよ。やる気なくなってるよね。それ俺が言ってるのはちょうどそれ。つまり初手からやる気なかったってことだ。だって水がついてなかったんだもん下に。流したばっかりはついてないって。鉄入れてください。陽光炉です。入れた。はい。ミニコーナーですよ。ミニコーナー。ミニコーナー。ミニコーナー。ミニ。はい。マイナス1点。あ、そらさ。今のマイナス1点。決まった。はい。罰としてここに入っててください。はい。罰。はい。そらさ、次間違えたらもう映らなくなるから気をつけてね。ミニコーナーで出るなってピリピリ出たらダメ。赤髪スイッチ。ピタゴラスイッチのパクリをマイクラで作りたいと思います。はいはい、はい、で、何かって言ったらガッタタッタタッタタッタッみたいな感じをやりたいの。はい、わ、はい、かるかなこの楽しいのが。楽しいだろ楽しいだろ。ごめん、もう苦笑でした今。マジ？いや楽しいはず。ほらじゃちょっとアイクさんここ立ってごらん。ここにどこですか。ここの隙間にこんな感じ、うん、そうでこうしてこうするでしょ、うん、でこうやって蓋するでしょ、うん、でこうやってやって、うん、ここを壊して、うん、だからこうすればいいのか。でこうやってこうやってこうやってやるわけよね、うん、でこうやって、うん、こうやってやってで皆さんは、うん、こうやってやってここの上らへんでこうやっていて皆さんここの上でいいよ。そらさんでこうやって上でて、はいはい、どれかな。でバステンさんは松明壊してください。はいはい。で取り合い見えない。ねえ。ねえ。ごめんごめん。アイクさんが見えねえだろ。アイクさんがただただこう、なんだしちゃ。ごめんごめんごめん。九三二三これくらいか。これくらいだよ。待って。4段だね。1234段。あ、だからそもそもこうすればいいのか。でこうすればいいんですよ。でこうやっていくらでも積んでもいいんだ。ほらこれならいいんだ。はい、うん、はいはいはい。ごめんごめん、もう一回やって。はい。てて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 ていうことをやりたいわけね。分かったでしょ。だよね。隠れちゃった。これよ。これがミニコーナー。やっぱこの 1.18 で地下のアップデートで確かに難しくはなりましたよ。あ、難しくなっとるんだ。おい、何やもそんな。おい、ストップ、それはダメよ。それはダメ、ストップ。達成してるぞ。ステイ。まだ物資が安定してないからダメです。ダイヤピッケルが必要になるかもしれないんで。うん。ダメです。それはダメです。戻して。2個、ちょうど2個ギリギリ剣の量取ってんじゃないよ。5個になったら剣作っていいよ。作っていいんだ。いいよ。だって3個あればピッケルができるから、ね。ああ、なるほどね。
あれ、アイクさん鉄何個拾ったか覚えてる？自分45ぐらいでした。あー、まあ、アイクさんが1位だ。俺30何個だったからなんだよ。あ、また来た、あいつ行商に行商に一個やったら買いやない。あ、食べちゃった。あ、やっぱ腕だ。咲かれるね、ジャングル。本当は小さなドリップリーフだ。そもそも死ぬよ。助けてー。唾を吐かれながらも商品を確認するという、ね、逆の鏡だね。おいで、一個試しに作ってみるわ。ここに拠点っていう旗作って、ここに、うん、ここに拠点の旗を、じゃあここにえい立てた、うんうん、でこの拠点の旗に向かって地図を持って右クリック、うん、なるかな。あ、なった、拠点って、なったなったなった、なった、ついた、表示されてる。あー、ほんとだ。あー、ほんとだ、見えるね、拠点って。じゃあ行くか。うん、行こう行こう行こう。よし、どっち回り、どっち回りにする。じゃあ、こっから南行って時計回りに行きますか、ぐるっと。オッケー。南どっち、こっち、うん、どっちだ、どっちだ、お、動いてる、歩いてみらんとわからん。あ、こっちだね、合ってるね。どっち、クミさん地図持ってね。引率の先生みたい。トロコチェストの中に入ってるからね。もうみんな行っちゃうからね、クミさん。聞いてなかったなしね。急いで取りに行きました。はいはい。じゃあこのまま行きますか。このまま下へ行きます。あ、注意？これ、いい？あれか、F で左手持ちすれば簡単かも。そう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 。そうですね、ちっちゃく左に映っとるけん、ね。これ下怖いもんね、落ちたら。キーボードの F で左手持ちできますんで。うん。そうなんだ。そう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 。知らなかった。何でも聞いてくれよ。なんかあるかな。なんかあるまで取れ高がないな。走る。しまった。じゃあ走る。99% 雑談になっちゃう。なっちゃうね。うん、なんかないか。あれ？雑談。トモさんの頭だと思ったらキノコだ。誰の頭がキノコだって？キノコ。あ、開けたところ出たよ。早っ。この丘を越えればダークオーク。この丘、この丘のことかい？この丘だ。どの丘だよ。あ、それだよ、それ。あってる。俺が登りを下る丘か。もう見えてる見えてる、地図で。本当？あ、そう。本当本当。うん。俺が今センター歩いてるから。知らんけど出た。関西人特有のいい加減なやつ。合ってるかこれ。そうだ、的には合ってるよ。俺テレビ見てたら関西人の習性のすごいの見つけたな。何？クミさんあれガチなんて聞くわ。ね、うん、関西の人って天ぷら食べるときウスターソースで食べるんだって。天つゆだろ。天つゆか塩じゃない？揚げ物とは言えねえ、うん、マジクミさん、ウスターは食ったことないぞ。それってとんかつと天ぷらの区別がついてないってことですか？油で揚げときゃみたいな。食べない、ほら。あ、へえ。食べないよ、ウスターソースで。正気か。あ、やべやべ、なんか剥がれてる気がする。ね、地図見たらわかるよ。いや、今ね一生懸命見てるけど落ちた。でも俺らはこっち側を埋めればいいじゃない。あ、確かにそれありだね。ね、そうか。別に一緒行かんでいいやろ。本当だわ。ね。そうすっぺ。効率がいいやろ。ね、今気づいた。その村はさ、トモさんの先にある村、もう来たことある村。来た、うん、俺とアイクさんで荒らした。荒らしたものなんだ。じゃあここで拠点って旗作るね。あ、村って旗作るわ。なんて名前にする？じゃあ南の村。どうしよう。南村。俺が今打ってたものと全く一緒のやつだね。それ南村。どうしよう。なんだよ、どうしようって、そんな失礼なことあるか。まったく。なんとこの山もね、きれいにせんといかんもんね。行っとこうか。行くよ、地図反映されるかな。せーの、ポン。あ、来た。南村。南村になった。うん、うん、なってるなってる。面白ー。面白ー。これ、旗はずっと立てとかなきゃいけないんですか？うん、旗は立てとかなきゃいけない。なるほど。雪山だぜ。ホーム雪山来た。
裸の羊がいっぱいいるってことは、このダックさんが走る。あ、今更だけど鉄があった。ありがとう。俺一番左におる人やな。俺右下の右上に登ってる人、俺。面白い。俺今拠点に戻ってる人。もう。働け。こう右下誰？一番右下横進んでんの。あ、自分。さすがアイクさん。クミさん大丈夫かな？クミさんどうだ？クミさんくるくる回ってみ？その場で。あ、いた。いたー。クミさん発見。雪山にいる。ワクさんじゃあ発見者なんで名前つけてよ。裏の。そう？どうしようかな。何？耐えたやつお願いね。どうしようかな。プレッシャーかけてる。どうしようかな。何この村は。ここはなんかね、めちゃくちゃ動物がおるやん。おお。おお。ヒントだね。動物村なしね。はい、おいでよ、おいでよ村。おいでよ村。おい、もうちょっとひねれ。おいでよ。動物の森ではなく、おいでよ村になりました。おいでよ村。じゃあおいでよ村作ります。はい。じゃあワッさん右クリックして。はい、せーの、ほい、出たー。おお、反映した。面白い、この反映機能。おいでよ村、おいでよ、おいでよ、おいでよみんな、おいでよ村ができました。行きたくねえな、そうやって言われると。なんでや、天の弱か。あ、チェスト発見。あ、ダイヤが3個もある。やったね、やるじゃん。ヤトさん、すごい。これでクミさんのダイヤの剣確定。クミさんのダイヤの剣手に入りました。黒曜石もいっぱいある。ただね、クミさん死にすぎだからね、ちょっと渡せないわ。やった、鉄ペンもいっぱい。ちょっとダイヤを預けるにはゲームが下手すぎるかな。うん、厳しい。厳しいです。さて、あ、上の方行っとるね。30分かけても埋まんないとは思わなかった。意外とねえ、うん、拠点建設パートか。半分の1も行ってないんじゃないかな、うん、全然行ってなかったね。これ一旦で行ってたらいつ終わることやら。かぼちゃある、かぼちゃ、かぼちゃ拾ってください。では帰りましょう。埋まったんじゃねえの、結構。3分の1ぐらい。3分の1やね、ほんとに。拠点と南村とおいでよ村。おいでよ村。いいやん。いいね。いいね。ネーミングや。いいね、いいね。失笑だぜ、おい。たぶんね、ほら。おいでよ村ね。まあいいんじゃない？下は雪とかのところもありつつ、右下がジャングルだったわ。うん、うん、ジャングル素材は右下で、雪とか氷はそのすぐ左のところ行けば手に入るっていう感じかな。うん、貼っとこう。貼っといて、ダイヤ入れとくよ、ここじゃ。いいよ。本拠点どここじゃないと。ソロさん作戦発表して、うん、作戦を立てました。はい、うん、この前の大きな穴があるでしょ。あ、ここ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 、あ、こっち、ここの今日も降りたとこね。うん、この真上に拠点を建てるの、うん、へえ、なんかエレベーターで下に降りれるんですよ。そうそう、下に降りれるし、地上もっていう、そういう作戦で。作戦だった。いいね。